Heaven is Money で今日は Can Make の Juicy Glow Skin Base と Burberry のフレッシュグロールミナスフリードベースを比較してみました。で今も半々に違うのしてみてるんですけど、わかりますか？でこれなんでやろうかって思ったかっていうと、この両方の商品の説明をウェブサイトで見てたら、まあ、キャンメイクの方はみずみずしい肌へっていう説明なんですよ。でバーバリーの方もみずみずしい肌へっていう、みずみずしい下地かっていう言葉が入ってて、まあなんか似て、私ちょっと似てるかなって思ったんですよ。でただ値段が、まあ、キャンメイクは、まあ、プチプラで650円入ってる量が 20g、 バーバリーの方が 30ml で5800円なんで、もうほぼ10倍ぐらいの値段の差で、似てたら絶対にキャンメイクの方を買った方がいいかなっていう思ったので、まあ、個人的にも違いを知りたかったので今日は比較してみました。早速使ってるところをお見せしたいと思います。さっき2つ の、まあ、共通点と大きな役割を説明したんですけど、詳しくはキャンメイクの方の用途と、まあ、特徴としては美容液成分が 80% 配合されてて、保湿したようなツヤ肌に仕上げてくれる。でナチュラルカバーを仕上げみたいです。で美容液とクリームと日焼け止めと下地とライトファンデーションの効果があるみたいです。でバーバリーの方の特徴としては水分 55% のみずみずしい下地で、色ムラもカバーしてくれてフレッシュなツヤ肌に仕上げてくれるもので、まあ、これは3つの使い方があって、下地として使うのとアイシャドウとして使うのと、それであとハイライトとしても使えるんですけど、今回は下地としてまあ使うんですけど、下地として使った場合は輝きのある肌に見せてくれて、でこれもさっきのキャンメイクのと一緒でマルチユースだそうなので、今日はキャンメイクの方を右側で、バーバリーの方を左側にしてみたいと思います。2個出してみたんですけど、こっちがキャンメイクでこっちがバーバリーなんですけど、バーバリーの方がなんかハイライトっぽいです。こっちはファンデーション、キャンメイクの方はファンデーションに近い感じがします。あとなんかテクスチャー的にはキャンメイクの方が重そうで、バーバリーの方がなんかこう流れる感じです。まずキャンメイクのしてきます。あで下地は毛穴の下地だけ両方にしてあります。他は何もしてない状態です。今キャンメイクの方してみたんですけど、特にさっきと変わりはないかなって思うので、とりあえずバーバリーの方もしてみたいと思います。バーバリーのもしてみたんですけど、ただツヤ感はバーバリーの方が出てるかなって感じです。あとさっきは気づかなかったんですけど、まあキャンメイクの方はライトファンデーションって書いてあるんですけど、ちょっとだけカバーされてるような気がします。ただ2つともさっき何もしてなかった時と大きな違いはないんですけど、まあバーバリーの方はツヤ感がもっと出た感じで、キャンメイクの方はカバーをもうちょっとされてる感じがします。で2つともやった感じはこんな感じです。はい、でファンデーションとコンシーラーをした感じはこんな感じです。バーバリーの方はツヤ感がある感じで、キャンメイクの方はカバー力がある感じなんですけど、それもこうすごい見たら分かるんですけど、見なかったら本当に特に違いはないかなって思います。はい、で今日はバーバリーのフレッシュグロールミネスフィリットベースとキャンメイクのジューシーグローベースを比較してみたんですけど、両方とも特にもともとと変わりがない、何にも特に役割を果たしてない気がするので、なんか2つとも書いてあったように、まあ、キャンメイクのライトファンデーションって書いてあって、バーバリーの方は色ムラをカバーって書いてあったんですけど、別に両方ともそれをあんまりした感じもないし、
多分両方とももう一回買うことはないかなって思うんですけど、まあ強いて言うなら下地じゃない日焼け止めが入ってるキャンメイクかなって思います。では I hope you guys enjoy this video and I'll see you guys in my next video. Bye bye.